死亡原子力発電所は、フランス共和国ビエンヌ県死亡に所在する原子力発電所。施設は、ビエンヌ川の西岸にあり、ポワチエから東南へ 25km、リモージュから北西へ 80km に位置している。本発電所の原子炉2基は、欧州型加圧水路の原型として位置付けられる N4 ステージとされた。 当初は平均出力が1450メガワットであったが2003年に1495メガワットへアップグレードされた。死亡原子力発電所の冷却塔は高さ180メートルでフランス一の高さを誇る。1980年に死亡に原子力発電所の建設が決定され、翌1981年には地域情報委員会が発足した。 1987年に建設許可を取得し、1988年に着工、1997年に試運転を開始し、送電網に送電を始める。1998年5月12日、内部リークにより、原子炉冷却系統に接続している配管から、水漏れが発生し1時間あたり30立方メートルの水が流出していた。この事故は、 国際原子力事象評価100度レベル2に分類された。事故後、10ヶ月以上経過して、再稼働する。2004年時点では692人が働いており、このうち12.9%が女性であった。2005年、再移植期に使い果たした使用済み燃料を、ラーグ再処理工場に移送している。2010年1月10日には、地下水検査の際に、トリチウムが検出され、 100ベクレルリットルより大きい値である540ベクレルリットルの異常値が出た。血管のある弁と遮断保留水溜まりに問題があった。核原子炉の特性は以下の通り。ありがとうございます。